それでは、楽々、ミクロ経済学、82ページの、需要の価格弾力性の計算について、今日はお話をしていきます。こちらの方を用意してください。82ページから83ページのところに、ここで、需要の価格弾力性の計算というものが出ています。まあ、通常価格弾力性の計算というのは何らかの形で、需要曲線のが表されていてですね、そして、この、まあ、需要量が100の時の需要の価格弾力性について、計算をしなさいというこういった形の問題になっています。で、ですね、解き方として、2つあるというふうに思ってください。計算手法は2つあります。1番目は式を展開して解く方法、そして、2番目としては図を書いて解く方法というものがあります。で、通常、皆さん方がちょっと難しめの、経済学の本を買うと、まあ、こっちの方の式のやつで解きなさいという指示がある。だけども、まあ、多くの受験生は図を書いて、まあ、瞬間的に解いてしまうという、こういう2つのものです。まあ、両方知っておくといいかもしれませんが、まあ、時間のない方は2番目だけでもいいです。まず価格弾力性というのはこんな感じで、式で出すことができます。価格弾力性というのはマイナス、価格の変化率、そして、分子が需要量の丸十としてきますね、変化率というふうに、まあ、こういう形の、変化率という形の、分数で書くことが表すことができます。で、価格の変化率というのはこんな感じです。で、ちょっとこれなんでマイナスついてんだっていうふうに思われるのでちょっと待ってくださいね。これ今説明しますから、価格の変化率というのは、デルタ P というのは価格の変化分ですよね。どれだけ変化をしたのかっていう長さを言ってますので、それを価格 P で割ることによって変化率になります。で、需要量の変化率というのは、需要量っていうのはデルタ X っていうのがこれが変化した長さなので、それを X で割り算すると変化率というふうになる。ちょっとめんどくさいけども、まあ、こんなちょっとですね、なんか縦長のなんかこういう分数の形で表すことができます。で、これなんか気になりますよね。なんだこのなんかマイナスついてるな、これなんだっていうふうに思うかもしれませんけども、その例えばこの変化率というような形で、こう傾きっていうのを見たときに、角度っていうのを見たときに、例えばこういう攻略三角形をちょっと書くんですけども、長さがデルタ X で高さがデルタ P だとした場合に、傾きはっていうふうに聞いたときにね、これはそのままデルタ X 分のデルタ P というふうに、長さ分の高さでこういうふうに表すことができるっていうのは、この長さも高さも両方これプラスになってますよね。プラスになってるから、この数字自体、傾きを表すものも、まあ、数字として出すことができるんだけれども、その需要曲線ってこういう右下がりなんですよね。右下がりになってる、ここがちょっと面倒なんですよね。そうした場合に、長さ分の高さっていうふうにした場合、まあこういうふうにやるとちょっとあれなので、まあ、矢印の方がいいんですけども、こういうふうにやった場合に、こっち側がプラスだとするとこっちがマイナスになっちゃいますよね。で、またこっちの方がマイナスにするとこっちの方プラスになるっていうふうに、ちょっと符号が逆になっちゃうので、これを、デルタ X 分のデルタ P とした場合に、ちょっとこれマイナスになっちゃうということで、こっちの方がプラスでこれがマイナスになっちゃうので、まあ要するに正値として、正の数字の答えとして出すためにあえてこっちのこういうふうにマイナスをつけるという、こういった作業になっているんです。ただ、まあ、これは参考までにしておいてください。この今の言った知識が直接試験で必要になるってことはないです。
ですね、まあ、あ、なるほど、そんなこと、そんなことなんのかっていうふうにぐらいでいいです。で次にね、これをちょっともうちょっと、見やすくしていきます。これ分数、これ分数になってるので分数は割り算なので割り算の形にしておきますね。まずマイナス x 分のデルタ x 割る、これは p 分のデルタ p っていうことになりますので、割り算は逆数の掛け算になる。あ、なんか昔そんなこと勉強したなっていうね、それくらいでいいです。x 分のデルタ x かけるデルタ p 分の p というこんな形になります。でこの、ね、デルタっていう記号をちょっと一箇所にまとめていきましょう。これ分母の掛け算、分数の掛け算っていうのは分母同士、分子同士って掛け算しますよね。だからその分母同士っていうのはこれとこれ掛け算するので、これ反対にしても取り替えっこしても数字として同じじゃないですか。だからこれはこういうふうにも、まあ、書き換えることができると。これはデルタ p 分のデルタ x かける x 分の p というこういった形にも、まあ、できる。これ今分母同士取り替えっこしてますよ。でこういう形で書けるということになります。で通常ね、経済学のテキストなんかではこの形が出ている、あ、なんか見たことあるなっていう方はですね、そんな感じです。あのこの形で通常出ているというふうに思ってください。で、この形を計算するんですけれども、こちら側をちょっと1としておきましょうか。1というふうに四角1にしておいて、こっちの方を四角2というふうにしておきますね。まあ、この形と掛け算のこの形でやれば、まあ、要するに価格弾力性の計算っていうのはこんな形になっているんだってことです。まず1番目です。1番目は価格が変化をした時にどれだけ、X が変化をするのかということなんですね。でちょっとここで、ここまでやってきてようやく、問題をちょっと引っ張ってきますね。需要曲線が X イコール180-4P です。ですからこれを引っ張ってきます。需要曲線が、すみませんね、X イコール180-4P であるということで、まあテキストなテキストには1番目っていうのは価格が変化をしたらどれだけ X が変化をするのかっていうことなので、これこのここはマイナス4だって書いてあるんですけども、え、そうなのっていうふうにちょっと思っちゃいますよね。あ、思っちゃうって、まあ、思っちゃう人もいるでしょう。まあ私もね、ああそうなのかっていうふうに思っちゃう時があるんですけども、これね、X が、あ、 P が変化をしたらどれだけ X が増えるのかということを言っているので、例えばちょっとあの不安があるときは代入しちゃってください。例えば P が1のときには1を代入すると X は、これは176になる、176になりますね。そして、P が2のときには X は172になるので、 X が、つまり P が1大きくなると X は、これマイナス4なので、 P が1大きくなると X は4小さくなるので、マイナス4だって出るじゃないですか。これで、あ、やっぱりマイナス4だったと、やっぱりここの頭の数字のことを言ってたんだということにちょっとこう納得すると思います。で、次に X 分の P ですね。で X の数字はここに100と出ているので、これはこのままでいいです。100と出ているのでそのまま100です。ちょっと待ってくださいね。これは X が100で、 X が100の時に、 X が100の時にこれ代入してくださいね。代入すると P は20になるので20という形になります。したがってマイナス4と100分の20を掛け算をすることになるので、これで 0.8 という数字が出てくることになります。したがって正解は2が正解ということになります。
ただし、ここでちょっとこの今のこの作業を見て、ちょっとこれ本試験会場でやるのきついかもしれないなっていう方もいると思うんですよね。で、今度はもっと楽な、図で解く方法っていうのを、紹介します。2番目、図で解く方法で、図で解く方法っていうのはちょっと楽すぎちゃって不安に思う学生が多い。簡単すぎる。で、まずね、グラフを書きます。試験会場でこうやってグラフを、簡単なグラフでいいですから、ちょっと書いてみてください。縦軸には価格 P で、横軸は X で、需要曲線を描きます。こんな感じですね。需要曲線は見ると X イコール 180-4P という形で出ています。で、ここで X の大きさは100だって出てますよね。ですから、まあ、こんな形になります。で、問題文で与えられている式をそのままグラフ化させるとこの形まで出ることになります。で、この状態において今現在の需要の価格弾力性は、この水準のですね、例えば E 点の需要の価格弾力性というのはいくらですかというふうに聞かれた場合に、こういうふうに出るんです。ここの長さを、A として、下の長さを B とした場合に、こういうような形で書いた場合に、価格弾力性はなんと、A 分の B で出ることになります。以上、終わりどうですか。ちょっと簡単すぎて、ここで授業終わると後から質問がどっとくるんです。ちょっとこれなんか不安だ、簡単すぎるってことですね。一応やってみましょうか。本当になってるかどうか、これ 0.8 になってれば、これは正しいんじゃないかと思ってくれますよね。だんだんこう信じてくれる。で、まず A の長さ、 B の長さというのを求めなければいけませんから、ここの水準とここの水準って出す必要ってありますよね。ここは0なので、まあ、出す必要はありません。まずここです。ここの長さは X に0を代入してください。そうすると X に0を代入するので45が出ます。ここの数字です。次にこの数字っていうのは100というのが X イコール100ですので、 X イコール100をここに代入してください。20というのが出てきます。こんな形で出てきます。ですからA の長さというのは45から20を引いた分の長さですよね。で、B の長さ、ここの言っている次に B の長さというのは20になっています。計算をすると25分の20ということですから 0.8 が出ます。いいですね。0.8 が出てくると。一致してますよね。どうですか？これで。偶然ではないですよ。ちゃんと計算した結果、ちゃんと 0.8 になってるじゃないですか。で、ここでちょっと簡単すぎる、なぜだろう、なぜ A 分の B になるんだろうっていうのを、今までの皆さん方のやってきた計算をちょっとおさらいしてみると、なるほど、納得することになります。で、もう一度今度はですね、さっきこれをこういうふうに式でこういうふうになんか説明したじゃないですか。だけど今度はこの式をグラフで説明してみましょう。そうすると、いや、模擬式攻略三角形勉強しててよかったって思うかもしれない。でね、まず、デルタ P 分のデルタ X っていうのはの部分ですよね。それは三角形を書いた時に、ここが、デルタ X です。そしてここがデルタ P です。デルタ X とデルタ P をこの形があるところってどこですか？三角形の部分だから、ここでもいいし、ここでもいいですよね。まあ、どっちか持ってこえばいいわけです。で、ここの部分に関して、とりあえずグラフをですね、説明しやすいように、この長さを C としておきましょうか。で、ここを D というふうに打っときとします。そうした場合に、この部分ですね。そうした場合に、今やってるのはここですよ。これですよ。この部分ね。
この部分はこの三角形になるので、A 分のこれは、C という形になるわけです。この各部分になりますよね。なぜ A 分の C になるはずですよね。なぜかっていうと、デルタ P 分のデルタ X だから。デルタ P 分のデルタ X っていうのはグラフ上で見ると A 分の C というふうになるわけです。この三角形で今見ています。かける、次はここです。X 分の P というのを見ていきます。X 分の P です。X 分の P っていうのは X とか P というこの部分は結局そのデルタの記号がついていないっていうことは0点からの距離を言ってるんですよね。0点でも O 点でもいいですので、この0点からの距離を言ってるじゃないですか。これデルタがついてるとどっからかどっからまでの長さなんだけども、デルタがついてないからそのまま0点からの長さ、つまり今度はこの四角形で見てください。そうするとちょうどぴったり来ますよね。そうするとこれは D 分の B であるということがわかるわけです。つまり先ほどの式をこの図で表すとこんな形で展開をすることができる。そしてもう一度図を見てください。 C の長さと D の長さって一致するじゃないですか。すると図で解くとズバリ A 分の B になるということ、つまり A 分の B でこの価格弾力性を求めることができるということになります。